柴原英奈は日本の女子プロテニス選手。アメリカ合衆国カリフォルニア州マウンテンビュー出身。これまでに WTA ツアーでダブルス7勝を挙げている。WTA ランキング自己最高位はシングルス416位、ダブルス9位、橋本創業ホールディングス所属。2021年マイアミオープン女子ダブルス優勝。 2021年ウィンブルドン選手権で日本人女子ペア初のベスト4入り。両親は日本人でカリフォルニア州で生まれ育つ。7歳からテニスを始め13歳までキンバリー・ポーの指導を受ける。8歳で全米協会の強化指定になるほど将来を職望され2016年全米オープンジュニア女子ダブルスでジェイダ・ハートと組んで優勝。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校にスポーツ小学生で入った。2018年に休学してプロに転校、ダブルスを中心に活動し始めた。家庭内は日本語がルールだったため、日本語も話せる。年に一回は東京の祖父母宅に滞在し、中学時代から日本の大会にも出場したが、ルーツがあっても住んではいない国で居心地の悪さがあったという。 2019年7月に2020年東京オリンピックの出場を目指すため日本国籍を選択した。同年春にかねてより敬愛していた青山信子にペアの申し込みをするも相手にペアがいたため一度は断られた。それでも諦めず以降も猛アタックをかけ8月のシリコンバレークラシックでパートナーになる。その大会でいきなり準優勝すると10月の 天津オープンでは決勝で日々のナオアンド加藤右組を63、75で破り優勝した。翌週のクレムリンカップでも勝ち、2週連続優勝を果たした。2020年のサンクトペテルブルクレディストロフィーで優勝。9月の b n l イタリア国際とストラスブール国際で共にベスト4入りすると続く全仏オープンではベスト8入りした。 2021年は、年始のアブダビ女子オープンで、全豪覇者、ソフィア・ケニンのペアを下すなどして、いきなり優勝。続く、ヤラバレークラシックでも、準決勝で、相手の4本連続のマッチポイントを跳ね抜けて、逆転勝ちするように、強さを見せ、2大会連続優勝を成し遂げた。全豪オープンはベスト8。その後は3連敗を喫した。しかし、マイアミオープンで、 決勝進出すると、決勝で、ルイーザ・ステファーニー、ヘイリー・カーター組を6から2、7から5で破り、WTA 戦初優勝を果たした。クレイシーズンは、BNL イタリア国際で4強入りしたが、全仏は2回戦敗退に終わる。グラスシーズン、イーストボーン国際で優勝し、このペアで、初の芝タイトルを獲得した。勢いに乗り挑んだ、ウィンブルドン選手権では、 すべてストレート勝ちで自身初の GS ベスト4入り。ウィンブルドンで日本女子同士のペアが4強入りするのは史上初のことだった。準決勝では第3シードで GS 覇者のエリーズメルテンス、車宿ゼンマイ組と対戦し2セット目を奪う奮闘を見せたが4から6、6から1、3から6で赤敗した。 しかしながら、この結果により7月12日付の世界ランキングで10位になり、トップ10入りを果たした。2020年東京オリンピックでは、女子ダブルスで青山信子とペアを組み、スイスのベンチッチ、ゴルビッチ組と対戦して2時間23分の熱戦となったが、初戦敗退となった。混合ダブルスでは、マクラ・クランツトムとペアを組み、準々決勝に進出して、 ロシアオリンピック委員会のアナスターシャパブリウチェンコは、アンドレールブレフ組と対戦したが、マッチタイブレイクの末敗退した。ありがとうございます。